僕らは中学の頃に、吉田拓郎さんなんかもそうですけども、泉谷しげるさんとか井上陽水さんとかが出てきて、うん、初期のアリスとかね、うんうん、でそんなに影響されて僕らはまあギター持ち出したんですけども、そこにあのネノネも出てきたわけですよ。僕は中学の時です。最初魚屋のおっさんの歌と赤とんぼの歌であのネノネが出てきた時はこれはもうすごいインパクトがありましてね。あ、そう。それまでまあ歌を言うたら真面目なもんやと思ってたのが、なんかもう魚屋のおっさんがへをこいだぶりとか言うてるしこれが当時もうむちゃくちゃおもろくて、それはね、さっき一番最初に歌ったあの赤とんぼの歌、あれがあれと、それから魚屋のおっさんの歌っていうのが、カップリングやね、これ AB 面、うんうん、でこれがですね、出して初めて出したレコードよ、うんうん、これがね、30万部売れてる。30万枚30万枚で、あの当時ベスト10で言ったら3位まで行った。信じられるか今で言うたら、ね、だからそれまではみんなほら戦争が反対やとか、なんか暗い歌が多かったんですよ、うんうんうん、反戦歌とか、うん、その中で魚屋のおっさんがへをこいたぶりとかっていう歌を出したもんやから、うん、今までに全然なかったもんやから、うん、えらい受けて ねで、もうすごい当時あのネオネは武道館満員にしたんですから、ねえ、ねえ、あの武道館を、あの知らんやろ、そういうあのネオネ自体知ってる？まあ名前ぐらいは聞いたことありますわな。まあ今のトンネルズぐらいの勢いはありました。いや、それは言い過ぎやわ。よせめてチャゲアンダースカやで。そっちの方が強いやろカラーが違うやろ、チャゲアンダースカは。まあ、トンネルズ、実はあのトンネルズが、うん、あの高明の方がね、おうおう呼び捨てにしてるけど、うん、最近言ったらタカちゃんとか言うけども、うん、高明があのネノネの楽屋に来て、うん、実はあのバブルガムブラザーズのコン、コンちゃんね、うんうん、コンいるでしょ、うん、コンもあのネノネの弟子やったんですよ。そうそう、あのネノネの弟子でね、コンちゃんね、ね、あーいう名前やったんですあのネノネのあーをやるわ言うてねグループあー言うてね、そうそう、で僕らがあの話しかクビになって全国放浪して東京行ったら、うん、いつもコンちゃんとか、うん、あと清水明さんとかもおったし、そう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 、大体ね、みんな、うん、僕なんかも含めて、うん、あのネノネの頭を踏み越えて大きくなっていくんですよ。そうやな結構ブルーハーツの河本なんかもそうでしょ。あ、ブルーハーツの河本なんかもあのネノネ事務所にいたよ。不思議なもんよ ねで高明が来てね、コンちゃんの友達やったから、うんうんうん、でコンちゃんがあのね、モノマネ結構おもろいやつがいるんですよとか言うて、ほ、うんな、うん、一回連れてこいやとか言って、うん、で楽屋にいてたらあの高明がこう来てね、うん、おじょーとか言うて、何ができんねんなとか言って、いや、モノマネやるんですけど、やってみよう、何すんの、田村正和をやりますと、田村正和ですとか言って、もうあかんわ、この世界向いてないわって言うたんよ。言わへんかったらよかった。なるほど、弟子にしといたら、うん、こんなことしてんでも、うん、お金なんぼでも入ってくるうちの事務所に入れといたら、まあ、僕らなんかには本当に随分多大な影響を与えていただきまして、だから僕らあのネノの真似してね、うん、中学の頃にあのカセットテープに歌とか録音してね、や真面目な歌とかもあるんですよ、スミレが鳩に恋する歌とか、中学生やから何や、小さなスミレの物語言うてね、スミレが鳩に恋するわけや。それは何、オチがないない、真面目な真面目な歌、スミレは鳩にとか言うてんだけどね、そんなんがいっぱいあんねんけども、あのネノの影響であの中学2年の時のテープ今でもあるわ、ババが出ない歌とか言ってたもん昔ババが出ないよとか言ってこれはジャイアントババプロレスに出てほしい、まあ、中学生ならではのオチがあるんですけども、それはあのネノネの影響です。僕らの歌はね、うん、あのいつもねギター始める時あのネノネの歌から始めましたっていう人多いね。なんでかって言ったらコードが3つしかないつくばねの峰から峰への渡り通り、迷いて難儀をいたす、今夜一夜の宿を所望す、今夜
いや拙者とて武士の端くれ、めったなことはいたさぬが、そばなど酔ったらなんとしょう、そばなど酔ってもよいけれど、体に触れてはなるまいぞ。いやいや拙者とて武士の端くれ、めったなことはいたさぬが、体に触れたらなんとしょう、体に触れてもよいけれど、乳など揉んではなるまいぞ。いやいや拙者とて武士の端くれ、めったなことはいたさぬが、乳など揉んだらなんとしょう、乳など揉んでもよいけれど、お前の世の中に指など入れてはなるまいぞ。いやいや拙者とて武士の端くれ、めったなことはいたさぬが、へその中に指など突っ込んだらなんとしょう、おへその中に指など入れてもよいけれど、おへその中に指など入れてはなるまいぞ。いやいや拙者とて武士の端くれ、めったなことはいたさぬが、おへその中に指など入れたらなんとしょう、おへその中に指なら入れてもよいけれど、お前の中に指なら入れてはなるまいぞ。いやいや拙者とて武士の端くれ、めったなことはいたさぬが、ここの中にポッポなど入れたらなんとしょう、お前の中にちょっと待って、止まられてもよいけれど。